樹芸の森の桜鳴淵ダム。鳴淵ダムの天馬から望む篠栗線篠栗町は、福岡県の町、粕屋郡に属す。福岡都市圏の一部である。福岡市内から東に 12km のところに位置する。町域の中央よりやや西側に篠栗駅があり、同駅の周辺部が中心市街地となっている。中心部とその西側の地域は、福岡平野の東端部にあたり比較的平坦で、福岡市のベッドタウンとして住宅開発が進んでいる。中心部より東側は福岡都市圏と筑豊を隔てる山地である。多々良川が町域を東西に流れている。森林セラピー基地認定。かつては町の北西部に炭鉱があったが、1960年代のエネルギー革命で閉山した。その後、工業団地立地を進め、現在は農業や観光業が中心。今では、篠栗北中学校と北正門小学校との篠栗中学校と篠栗小学校、勢門小学校との小中一貫教育が進んでいる。篠栗駅最寄り空港は福岡空港。中心駅は篠栗駅。この他に、篠栗町民の利用が多い駅として、門松駅がある。高速道路町内に高速道路は通っていない。高速道路の最寄りインターチェンジは、福岡インターチェンジ。一般国道県道篠栗四国第74番、札所薬師堂。ありがとうございます。